はい、これは貴重なやつなんですけどね。これあえてちょっとここでは説明したいんですけど、日産ディーゼルのダンプトラック、これ当時の箱付きですよ。当時の箱付きであるってのはね、ある意味こういう感動しますよね。昔はね、昔そのまま1台でも買えるだろうと思ってたらね、いつまで持ってなかったっていうね。そう、トミカはずっと長いことあるんですけども、ずっと置いてあるかと思うんですよ。ところがずっと浮いてあるわけじゃなかったんですね。時代が変わるとね、入れ替えというのがあって、そういう大人の事情なんか知りませんでしたかね、子供幼少期の時なんてな。ずっと置いてあるもんだと思ってましたから。だから、ところがね、行ったら置いてねえじゃねえかみたいな。いつの間にか廃盤になって悲しい思いをしたことがあるんですけど、それをね、倍返しじゃないですけどね、お金だったんで買いましたけどね。これは日産ディーゼルのダンプトラックです。で、これは日本製でして、こういうふうに顔がね、特徴的で、こういうふうにグーンって跳ね上がってね、で、ドサーンとこうくるんですね。で、この骨の感じがまたいいですね。で、これからダンプが多分、シノの、ドルフィンになったんだと思いますね。ドルフィン長く販売されましたけど、その前まではこれが、ずっとおさ、あの王座に収まってたんですけどもね。トミカでこれ出して、これが人気が出たんで、後のトミカリミレットにも、採用されるように、なりましたね。で、これは本当重量感があってね、どっしりとした感じがいいですね。で、これも実写としては長いこと10年以上でしたから、長く昭和当時としても長く愛用され続けていた、車らしくてね。で、今でこそこうボンネットトラックっていうとね、今はあんまりこうパッとしないかもしれないですね。というか、あんまりボンネットトラックそのものも見る機会がもうそんなにないっていうね、ことなんですが、昔、ボンネットトラックっていうのはね、こういうふうな、あれだったんですよ。ボンネットが、長いから、ボンネットがついてからボンネットトラックって言うんだけども、昭和の、そうだね、30年代とか、30年以降前の時代、40年代ぐらい前までか、その時代ぐらい前までは、ボンネットトラックってたくさん活躍してたんですよ。で、この日産ディーゼルが、これが有名だ、もうとにかく最ね、その時代までは有名だったから、トミカでしたら長くやってたから、平成の初期あたりぐらいまでかな。で、そうするとこれのイメージがあるけども、昔は、これだけディーゼルダンプで、ボンネットダンプはこれだけしか作ってないと思いきや、これだけじゃないんですね。私も最初はよく知らんで、これだけしか作ってないんかと思ってたけど、これ以外のメーカーで作ってたんですよ。日産ディーゼルもそうだし、イスズも作ってたし、シノも作ってましたね。だから基本的に日本にある自動車メーカーの大半、自動車の、トラックを作るメーカーの大半が、この、大型であれ、小型であれ、その中型であれ、大型から中型かまで、こうボンネットのタイプのトラックっていうのを作っていたらしいです。で、これが今現役でして、これがはあの発信あ発信じゃない、現役として働いているのもあるみたいですね。これはあれなんだけど、九州の方で博多か大分かどっちだったか忘れたんだけども、そっちら辺のあたりの、上の方だったかな、のあたりで、有名なとこなんだけど、このダンプが、これの実車が未だに現役で、動いてるらしいですね。それは何で分かったかって言ったら、トラックの専門の神よみたいな雑誌があるじゃないですか。で、ああいう雑誌で載ってたんですよね。で、九州の、北九州だったかな、そこら辺あたりのところで、古いこのダンプトラックがあって、それをずっと新車で買ったって言ったから、新車で買ってからずっと乗り回してる。で、だからもう40年、もう半世紀だよね。40年どころじゃない、もう5、60年ぐらいですかね。もう半世紀以上乗り回してるって。で、それで、いまだに、これが動くんだって。で、これがないともう仕事になんねえって言ってましたからね。で、それぐらいやっぱりもう愛着がすごいんですよね。で、なんていうのかね、本当実物見るとね、これのでっけえのがあって、だからデコトラの雑誌なんかに載ってたぐらいだからね。
まあ、デコトラって言うとイメージ的にどうしてもピカピカ電気つけてるってイメージがあるんだけど、今はちょっと規制があったことだってうるさくなりましたから、あんまり電球つけることもできないし、ね、色、あの、絵を描くこともあんまりできなくなってしまいましたけどもね。で、驚くべきことに昔はね、ああいうことをできたっていうのはね、あの、会社の経費でああいうのできたらしいんですね。ああ、と思ってね、だからある意味納得いくわけですよ。だって、会社の経費じゃなくて、あのデコトラの飾りとかみんなあの自分のお金で払ってやってくださいなんて言ったらね、すごい金がかかっちゃうじゃないですか。もう1000万、2000万いっちゃうじゃないですかね。だからもう減らしたら多くだよね。じゃあそれがなんでできるのかって言ったら、それは会社の経費として国が認めていた時代があって、で、その会社の経費でデコトラのあの飾り、ああいったものをあの、つけて走ることができた。だから、結局会社を経営してる人は、まあ大企業だろうと個人経営だろうと、自分の財布っていうかそういう そんなに痛むことはなかったんですね。で、そういうことができたんだけど、まあ時代が変わってしまってね、今あんたのコンタだったらうるさくなって、こんなパーツつけてたら他の車が迷惑じゃねえかとかね、あとはその、こんなのつけてたらあれだと事故る確率が高いとか言い出して、で、昔はそんなこと言わなかったくせにね、昔はそんなこと言わなかったくせに、急に国ってのは頭くんだよ。急に昔はそんなこと言わなかったのに、急激的にそういうことを言い出してきて。ね、昔はじゃあ、そういうのもね、まあ楽しみの一つですから、まあ大目に見てみますよって言ってしたのに、人情もないことするからね。急激的に、あ、こういうクレームが来ましたので、これ、今回はこういうわけで、まあ今後はこういう対策にしたら得ないんですよとか言いながらもね、いや、あんたたちの言い分おかしいだろうみたいなね。そういうこと。だから国の言い分なんてめちゃくちゃなことやってるかないですが。国民に対してはね、その、お金だってね、ああ、お金がなくなりました。若い兄ちゃんのところでやってきて、兄ちゃんのところでやってきて、お金貸してくださいって。丁寧にね、わかりました。じゃあ返してくださいねっていうことになりますけどね。今は分取るような形でありますからね。おい、金貸せやみたいな、おい、金貸せやみたいなね。すごい。ねえ。なんとかいいかみたいなね。もう、本当に龍が如くみたいな世界ですかね。そんでやってきたんだけど、ズカズカってきて、おい、金貸せやって。ねえ。すごいことをやる国ですよ。だから、まあ、そんな国は潰れてしまった方がいいんじゃないかと私は正直思いますけどね。人に対して親切で丁寧さがなくてさ、何その国民を家来みたいに扱ってんのかみたいな、国民を奴隷みたいに扱うんかと。じゃあそんなこと考えてんだったら、じゃああんたの国なんていらねえやって、あんたの総理大臣だから誰が応援するか、あんたの大臣だから誰が応援するかって話になるわけじゃないですか。だからそういうふうにみんな思っちゃいますよね。だって国がそんなことやってたらしたら。だから、残念ですけども、まあそんなことだって話がずれてしまいましたけど、このディーゼルトラックってのはね、なかなかそういうわけで九州の人が未だにこうずっとこれ使い続けてるというぐらいこれに愛着があるみたいですね。で、この見事に再現されてるんだよね。で、これで、ここにほらこういうふうにガラスなんかもこういうふうにさ、透明ななんつうの、黄色いガラスっていうか、そういったところまでがついてんだよね。これこういったのなかなかないですよ、ガラスの色まで変わってるってやつは。で、こういうふうに、こう、ドサンとしてね。これは本当、幼少期の時まではね、たくさんこれあったんですよ。当時新品で。当時新車でたくさん、どこ行ってもお店行ってもたくさんあったの。まあ、今みたいに、その、何、ハードオークとか、ああいうリサイクルショップっていうのはね、鑑定団とかいうものはなかったけども、まあ、新品のお店がほとんどでね。だけど、そこに行くと必ずあったもんね。ところが、まあ時代が変わってしまうと、そういったものが途端に見なくなっちゃうんですよね。もう要するに、絶版になりましたってなった途端に、もうこれはもう販売されませんのでっていうことになって、どんどんなくなってしまうということでね。なんですよ。だからある意味、こういうものを買うときは、今のうちに買った方がいいよっていうことじゃないかなというふうに思いますけどね。まあなかなかいい、ディーゼルのトラックではないかなと思います。というわけで、どうもありがとうございました。